ダニエル・ニタは、ルーマニアのキックボクサー、ブッカレスト出身、鎌倉事務所属、元一ッタイムヘビー級世界王者、2001年から2008年まで、ルーマニア大統領のシークレットサービスを務めていた。真面目で、硬派な性格であり、今は格闘技に気持ちを入れる時期だから、今は彼女はいらないと語り、試合後のリング上で彼女とキスをするレミー・ボンヤスキーに、対しては、 ガールフレンドがいるなら家でキスすればいいのに、リングの上のこととプライベートを混同するな。私はあんな行為は認めない。と怒りおろにしている。2004年2月6日、地元ルーマニアのキックボクシング工業、ローカルコンバットに初参戦し、翌年のブレクトオリス戦まで8連勝を記録。2006年3月10日、ローカルコンバット19でグレゴリー・トニーと対戦し、 1R にハイキックで2度のダウンを奪われ小負けを喫した。ローカルコンバットでの初黒星となった。2006年12月16日、ローカルコンバット24で、グレゴリー・トニーと再戦し、に RKO 勝ち。リベンジを果たした。2008年3月15日、ローカルコンバット29で、フレティッケ・マイオと対戦し、に RKO 勝ち。2008年6月6日、 ローカルコンバット30でビヨンブレディと対戦し、左フックでダウンを奪い判定勝ち。2008年11月7日、ローカルコンバット31でジャバット・ポトラックと対戦し、左フックでダウンを奪われ判定負け。2009年8月11日、K1 ワールド GP2009 東京で行われたファイナル16クオリファイング GP に出場し、1回戦で、 ジョン・ラブに 1RKO 勝ち、準決勝を怪我のため棄権したメルビン・マヌーフに変わった、リザーバー・ユーはアキラに 1RKO 勝ち、決勝で、セルゲイ・ラシエンコに 1RKO 勝ちし優勝。3試合合合計でもわずか5分15秒という、圧倒的な実力を見せ、ワールド GP 進出を決めた。2009年9月26日、K1 ワールド GP2009 インソルファイナル16。 日程3連覇王者セミシュルトと対戦。1R こそ互角の展開を見せるも徐々にペースを奪われ最後は2度のダウンを奪われ判定負け。2009年12月5日、K1 ワールド GP2009 ファイナルのリザーブファイトにて総合格闘家のセルゲイ・ハリトーノフと対戦し、徹底してローキックを打ち込みこがち。2010年5月29日、 イッツショータイムでアーシュイン・ワルラックと対戦し、0から5の判定負けを喫した。2010年10月2日、K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16に推薦枠として出場。エロールジマーマンと戦い、右ストレートで小勝ちを収めた。2010年12月12日、K1 ワールド GP2010 ファイナルの準々決勝で空間先と対戦し、 ほぼ互角の展開で延長を R に進み、非常に僅差の判定で敗れた。2011年3月6日、イッツショータイムにて、イッツショータイム世界ヘビー級王者ヘスディからケスト、ノンタイトル戦で対戦し、に R にヘスディのパンチレンダーを浴びて、やや劣勢になってもノーガードで挑発する強気な姿勢を見せたが、ヘスディの膝蹴りがローブローとなって、ギターが倒れるが、リフェリーがこれをダウンと更新。 3R に猛反撃したものの及ばず判定負け。6月11日、イッツショータイム、ワルシャワ大会にて、エルハン・デニスと対戦し、1R に、バッティングの反則を食らって顔を押さえて交代したのを、リフェリーがダウンと誤心する不運に合うが、2R に猛攻を仕掛けて、ダウンを奪い、最後は、流血で、ドクターストップ TKO 勝ちを収めた。 2012年1月28日、イッツショータイムレイワルデン大会にて、イッツショータイム世界ヘビー級王者ヘスディカラケスト、タイトルマッチで再戦し、1R 左フック一撃で失神子勝ちを収めて、同王座を獲得した。2012年3月10日、クロコップフィナールファイトにて、セルゲイラシェンコに 3RKO 勝ち。2012年5月27日、新生。 K1 の第1弾大会となった、K1 ライジング2012、K1 ワールドマックスフィナール16インマドリードに参戦し、ウェンデル・ロチェニニティコ勝ち。2012年12月31日、ドリーム 18& グローリー4のグローリー、グランドスラムヘビー級世界トーナメント2012にて、1回戦で、ジョナタ・デニスに 3R 判定勝ち。準々決勝で、ムラット・ボージディニニティコ勝ち。 準決勝で、ジャマール・ベンサディックに、左ミドルキック一撃で 1R 秒殺小勝ち。決勝でセミー、シュルトに、左ハイキックを浴びて、ダウンを奪われ、立ち上がったもの,のレフェリーストップによる1、RKO 負けで準優勝。2013年4月6日、グローリー6、イスタンブールにて、空間先と、再戦し、1R に組材に、 サキが足を引っ掛けたことでスリップした際に、ギタは腕を痛めたような素振りを見せるが、レフェリーのヨープ・ウベタは、打撃が全く当たっていないにもかかわらず、これをダウンと誤信し、ギタにドクターチェックも受けさせなかった。その後も、サキの猛攻を浴びて、ダウンを奪われ、に RKO 負け。なお、レフェリーのヨープ・ウベタはこの試合を最後にグローリーを、解雇、追放された。6月22日。 グローリー級ニューヨークにて、ブリースギドンと対戦し、左フック一撃で 1RKO 勝ち。10月12日、グローリー11シカゴのグローリーヘビー級、世界トーナメント2013にて1回戦で、アンダーソンブラドックシルバに 1RKO 勝ち。決勝で練習仲間で親友のリコベ方便に、判定負けで準優勝。12月21日、有明コロシアムで、 開催のグローリー13東京にて、エロールジマーマンと対戦し、1R 開始直後にローキックを効かせてさらに、左フックで一撃小勝ち。ありがとうございます。